こんにちは、日賀野です。最初にですね、自己紹介とこの彼でですね、このシンポジウムをどうして企画するに至ったかという話をいたします。それからその過程でゲストの方々の紹介もいたします。まず私自身はですね、8年前に立教大学に参りまして、それ前は都立大というところにいたんですが、現在経営学部に属していて、リーダーシッププログラム2つの主催をしております。1つは BLP 経営学部の中のビジネスリーダーシッププログラム、これは7年前にスタートして現在までございます。それからもう1つは全学の学生に開放されている GLP というのがありまして、こちらのこの G はですね、グローバルというの G なんですが、2つの意味かけられてて、科目の後半は英語で行われるという意味のグローバル対応、もう1つは学部1つではなくて、つまりローカルではなくてキャンパスワイドだと、2つの意味をかけているつもりでいます。でこの GLP の方のベースになるのがグローバル教育センターというところでございます。で、BLP のことはこれからご覧いただくビデオを作ってありますので、これをご覧になると、10分間ぐらいで手早くご理解いただけるかと。 BLP は立教大学経営学部経営学科のコアプログラムで、あらゆる組織に有用な権限がなくても発揮できるリーダーシップを体験を通じて身につけていくものです。 BLP は BL0 から BL4 まで5学期2年半にわたる5つの科目で構成されており、学期が進むにつれ学習内容がより高度になっていきます。 BL0 には BLP 科目に共通の特徴が反映されています。 BL0 は学部全員、 BL1 と BL2 は経営学科全員の履修科目です。はじめに4から5人の少人数のグループにバランスよく分けられ、グループ内で1人でも2人でも何かの形でリーダーシップを取らない限りプロジェクトが進行しないため、リーダーシップとチームワークの必要性を体感できます。 KJ 法とは、問題解決の方向が見えないときにカードを用いて全員でアイデアを出し合い合意形成する方法です。アイデアをカードに書くことにより、どんな内気な人でも消極的な人でも自分のアイデアに対する説明や発言を自然な形で求められます。最初は否定的なことを言わないというルールで、全員がカードを披露してアイデアを出し合い、カードを皆で見ながら合意のもとに分類してチームとしての結論を目指します。またグループ内において強引に意見をまとめようとするのではなく、他人の意見を尊重することで人間関係を維持します。 BLP では失敗も経験として重要なので、失敗を恐れずに議論を進めることが大切です。こうした自由なディスカッションの環境を作るのが教員と SA です。 SA は学生たちの1年先輩で、学生が気軽に相談できるのでピアカウンセラーの役目も果たします。学期が進んでいくにつれて、自らこうした環境を用意して円滑にディスカッションを行えるようになっていきます。2008年5月13日、日本酪農乳業協会の青沼専務をお迎えして、牛乳消費促進プロジェクトがスタートしました。骨粗しょう症の防止のためにカルシウムが必要な。隣のクラスの教員から意見やアドバイスやコメントをもらい、それがコンテスト予選にもなります。でそれは長期にわたって保つことができるっていうのは、真空保存っていう保存の方が、15クラス75チームの中から高得点のチームが発表され、予選を勝ち抜いた5チームが本戦に進みます。本戦出場のチームはこちらです。優勝チームと準優勝チームは実際に日本酪農乳業協会様を訪問し、協会の皆様、
業界関係各団体の皆様の前でプレゼンテーションを行いました。翌年度は松竹芸能株式会社の小山プロデューサーをお迎えし、松竹芸能の新しいスクールビジネスの提案プロジェクトが行われました。松竹新スクールビジネスということで、私たちはこのわらこ屋というものを提案します。わらこ屋とはターゲットは日本語学校に通う外国人、先ほどありました通り外国人留学生にはより自然な日本語会話力が必要で、もっと日本語を勉強したいと言っている外国人がいる。そこで私たちが提案するのが松竹と日本語学校が提携するというもの、つまりお笑いを通じて日本語を学ぶ機会を提供するということです。こうやると良かったかなと思うところがあるとすれば、その数字の裏付けをですね、これは概算でいいんです。概算でも裏付けを取っておくと非常にまた説得力が増したんじゃないかなと思いました。こうマーケット的にはこう狙える部分で、これから実際こういうこともいろいろな、プロダクションを含めて、今動いているところというような事実もありますし、すごいいい意見だなと思いました。はい、本当に素敵なプレゼンテーションで、これからもいろいろと頑張ってください。おめでとうございました。リーダーシップ開発のためにはプロジェクトが終了した後、振り返りをしっかり行うことが重要です。振り返りとは、経験したことを言語化して定着させることで、プロジェクトの中で自分がどう活動したか、チームメイトの状態がどうだったか、自分について書くだけでなく、チームメイト全員がお互いに相手へのフィードバックを紙に書いて渡し、口頭でも説明します。自分では見えなかった強みや弱みを知ることができ、相手へのフィードバックはお互いに向上するためのプレゼントになります。情報収集と段取りの良さが良かったと思います。最後の自分の意見がガンガン出ちゃって、もっと時間があればもっと周りの意見も聞けたかなと思って、最後のプレゼンの発表の時にあんまりこう練習してる感じに見えなかったなと、だからちょっとそれが不安に思いました。相互フィードバックを参考にして、自分の強み、弱み、伸ばしたい点、直したい点をまとめます。最後の授業で自分の改善目標を立て、次の学期の BL1 につなげます。一般のビジネスコンテストとは違い、 BLP では学生自身がプロジェクトを振り返り自己総括し、それを言語化、文章化することにより学んだことを定着させます。フィードバックや評価などはデータベース化し蓄積することにより、リーダーシップ定着度を時系列に記録分析できるリーダーシップポートフォリオが作成されます。書いた本人と教員が後からでも閲覧でき、1年後、2年後と個々の進化を把握、また効果測定や個人指導に大きな力になります。 BL0 から5学期2年半続く科目は次のようになっています。 BL0 問題解決を通じてリーダーシップの必要性を体感する、 BL1 ディベートを通じ論理的思考力を身につける、 BL2 ビジネス問題解決プロジェクト、 BL3A リーダーシップの理論による振り返り、 B リーダーシップのためのコミュニケーション、 C 批判的思考力を身につける、BL4 戦略立案プロジェクト。5学期続けて受講すると、内容が1学期おきにプロジェクト、スキル、プロジェクト、スキル、プロジェクトとなるため、プロジェクトの学期に自分で気づいた長所を次のスキルの学期で集中的に伸ばし短所を補い、またその次のプロジェクトの学期に自分でチェックできるというサイクルになっています。BL3 では3つの異なる科目の自由選択になり、スキル強化を目標とします。ファシリテーションとは何か、集団による知的相互作用を促進する働きをファシリテーションと言います。もうちょっと優しく言うと、中立的な立場でチームのプロセスを管理してチームワークを醸成しながら、そのチームの成果が最大となるように支援することで、ファシリテーターというのはもう一つは、議論がとんでもない方向に行っているときに、やっぱり交通整理役ですよね。せっかくですから BL3P のワークショップのルールをですね、このグループでちょっと
作ってもらおうと思うんですけども、石井法が話を最後まで聞く、はい、自信を持って大きな声でやっちゃいけないこと、否定しない、はい、無駄話をしない、はい、多い方がっていうことを気にするんだっていうか、まあ、どれくらい多い方がいいのか、そうだね、少し多い方がいいのか、あるかもしれない。皆さんきっとエコとかっていうのもいろいろ考え始めてると思うので、動画販売機を増やすと本当にエコなのかね、だったらもっとエコでありながら自分たちの利便性も上がるような方法が提案される。今回課題とはちょっと関係ないんですけども、さらにリーダーシップを自転車の前輪、専門知識を後輪として、ビジョンを描き周囲を巻き込む力をつけるのが BLP の最終的な目標です。そしてこのビデオは2010年に作ったものですから、その後のことが書いてありませんが、一つは我々にとっては非常に幸運なことにですね、2008年から10年まで文科省の教育実費をいただいて、その成果について2011年度に学術振興会と文科省がその聞き取り調査をなさったんです。でその結果ですね、最初の GP の申請の時939件を148件にちょっとぼやけてますがに絞られた後で審査されてトップの15に入れていただいたんですね。ですので、一番最初の939から数えると 1.6% ですかに入れていただいたという成果がありました。それからこの多分これが機会だと思うんですが、あちこちに呼んでいただいてですね、この BLP のことをお話しする機会がとても増えたんですけども、そこでの私の経験はですね、ここの個別のそのプログラムのツールといいますか、産学連携の方法ですとかアクティブラウンドの促し方ということ以上にですね、こういうプログラムを、学年全体、このビデオの当時15クラスですが今18クラスになっています。18クラスをどういうふうに作って運営していって、教員や SA や学生を巻き込んでいったのかという方にむしろ関心が集まるようなんですね。なので、その部分についての、一種の苦心談なんですけど、でも実はその全国の大学で同じようなことをなさっている方と共有できるような形で本を書きました。でそれが宣伝がついて恐縮ですけども、あれ次ですね、これであります。アクティブラーニングとかっていうタイトルではなくて、大学教育アントレプレナーシップという大層な題名をつけてですね、この意味は普通は大学教育とアントレプレナーシップっていうのはくっつかない言葉なんですけども、大学の中でですね、その規制の方針や枠組みの中で何とか工夫してその新しい教育方法を考案し実行している方が全国にいらっしゃると思うので、そういう方はそれぞれアントレプレナーなんである、つまり起こす業の起業家なんであるというふうに考えて、そのアントレプレナーシップのために何が必要かということを本の前の方で書いてあります。これは来週、書店に並ぶはずでございます。で、ですね、で私自身は2011年から12年に大学からサバティカルいただきまして、そのリーダーシップにフォーカスするために、つまりここまで BLP、GLP はリーダーシップというふうにはっきり我々としてはラーニングアウトカーも定めていたんですけども、注目されるのはどうも産学連携とかアクティブラーニングの方面だけだったので、よりそのリーダーシップにフォーカスする方向で私自身が勉強する旅に出たわけです。そしてその各地のアメリカのですねリーダーシッププログラムをあちこち見学に回ったんですけれども、そこでいろんなことを気づかされまして、まずアメリカの5000以上ある大学、短大を含めるんですが、のほとんど全てに何かしらのちっちゃいものを含めると何かしらのリーダーシッププログラムが
あるという点が日本とはだいぶ違うわけです。まず第一に。それから、全学規模、つまりどの専攻の学生にも提供されているリーダーシップ、これはの必修のこともあるし選択のこともあって、選択の方が圧倒的に多いんですけど、とにかく誰にでも取れるよというふうに呼びかけているプログラムの場合はですね、単独の学部ではなくて学生部が協力していることが非常に多いんですね。学生部が提供していて成果になってない場合が多くて、でも成果になっている場合もあって、それはその各学部にいる教授とコラボレートしている場合なんです。でそういうことを調べているうちに学生部のスタッフの数というのはびっくりしまして、日本とはちょっと桁が違って、学生が2万人ぐらいだと学生部の職員が300人とかですね、200人とかっていらっしゃるのにもびっくりしました。もちろんそれはキャリアセンターとかボランティアセンターとかっていうところと合わせての数、日本で言えばなんですけど、それでもまだ桁が違うんじゃないかというふうに思いました。そこでアメリカ発のリーダーシップで、おそらくこれから日本で重要になると私が思ってるんですが、そのリーダーシップの教育の中身と、それからその普及の過程でアメリカでは重要だった学生部の役割、この2つを合わせてですね、シンポジウムを企画させていただければ、お客様をおいでいただけるかなというふうに考えて今日に至った次第でございます。それではですね、この下がってからの間にいろんな大学を伺いまして、お会いした方々のうち3人の方を、非常にラッキーなんですが、お招きしています。まずスーザン・コンベスさん、去年引退されましたが、それまではメリーランド州立大学のカレッジパーク校の教授で長らくいらして、研究の方はですね、大学職員教育がご専門です。で、お弟子さんが全米の大学の職員でいらっしゃるんですね。で、主な著書ではストレンジサービスです、これは教長含んでますけども、これは職員教育の本ですね。こちらの方はリーダーシップに関する本、一番下のはリーダーシッププログラムを発展させることに関する、ストレンジサービスプログラムの本ですね。で、その他に大学行政、大学職員に関する学会などの会長も歴任されています。お二人目はナンス・ルーカスさんで、バージニア州立大の州立のジョージ・メイソン校の准教授でいらっしゃいます。で、ご専門はリーダーシップ教育そのものなんですが、メリーランド州立大の方ではそのリーダーシッププログラムを職員と教員の共同で作るという非常に珍しくて強力なプログラムをお作りになって、その経験について今日語っていけると思います。3人目がガンマ・ペルチさんで、マリエッタ・カレッジ、オハイオにあるマリエッタ・カレッジの教授でビジネススクールの校長もされています。ご専門はグローバルリーダーシップ教育の論文などなんですが、インターナショナルリーダーシップアソシエーション、実はこの学会、日本人の会員が全然いないんですけども、この理事会のチェアを今なさってまして、この学会で私はこのお三方と知り合いになったという経緯がございます。それから、私どもの大学から、マスタニ・サトシ教授が現在立教大学の学生部長ですので、学生部長にも加わっていただく。で、マスタニ教授は、ご自身は大学の教員ですので、韓国学部に属していらして、東南アジアにおける中国文化の研究が本来のご専門です。では、この順にですね、基調報告をお願いすることをします。司会をまたバトンタッチします。